北海道では流氷がオホーツク海から消え去る春は道東から夏の内浦湾、秋は釧路、根室沿岸、冬は日高、十勝沿岸と漁場を変え、一年中毛ガニが水揚げされる。前日に仕掛けた1500個のカゴを水深約100メートルの海底から次々と引き上げる。10メートル間隔で250個のカゴがついた1本の重しは3キロメートルに及び、それを設置した6カ所、およそ20キロにも及ぶ距離を移動しながら休むことなく引き上げる過酷な漁である。